オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当はマリーヌ先生です。マリーヌ先生はフランス語と日本語でお話ししてくださいます。では早速お聞きください。 Bonjour à tous, c'est Marina. 皆さんこんにちは、マリーヌです。 Comment allez-vous? お元気ですか? Entre les fêtes de fin d'année, la reprise du travail ou des activités, j'imagine que vous étiez tous occupés dernièrement.年末年始のイベントからお仕事や活動の再開にかけて、皆さんさぞかしお忙しく過ごされたでしょうか。 Avez-vous pris des résolutions pour 2020? Les tenez-vous? 2020年の抱負はもう決まりましたか？目標に向かって順調ですか？ Personnellement, en janvierJe prône la modération et le fait de prendre soin de soi. 個人的に1月はのんびり過ごし、自分のいたわりながら過ごしたいと思っています。Dans cet état d'esprit, depuis le 1er janvier, de nombreuses personnes dans le monde participent au Dry January. その考えのもとに、1月1日より世界中で多くの人々がドライジャニュアリーを行っています。Il s'agit d'un défi personnel. Arrêter ou réduire sa consommation d'alcool. ドライジャニュアリーとは、個人的なチャレンジの一つで、1月の1ヶ月間飲酒をやめる、もしくは控えることを目指します。Les objectifs sont multiples.例えば、複数の目的があります。Faire attention à sa santé. 健康に気を使う。Perdre du poids. 体重を減らす。Apprécier des dîners de manière différente. ディナーを違った方法で楽しむ。Faire des économies. 節約する。Mieux dormir.よく眠る。 Que l'on participe ou non, le plus important, c'est de prendre soin de soi, de s'accorder du temps et de se chouchouter. このチャレンジに参加するかどうか別として、一番大切なことは、自分を大切にすること、自分のために時間を使うこと、自分をいたわることです。Et tant pis, si on ne tient pas ses résolutions ou que l'on n'atteint pas ses objectifs tout de suite. 目標にうまく向かえなくても、そこに達成できなくても、落ち込まないでくださいね。さて、本日のアラカフェとは2部構成でお届けします。第1部は、私マリヌがお届けするフランス語レッスンです。会話でそこに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は去年12月からレッスンを開始されたエマ先生をご紹介します。Aujourd'hui, je voudrais que nous soyons doux envers nous-mêmes en utilisant l'expression de toute façon.本日は、de toute façon、いずれにせよ、どうせ、という表現を使いながら、皆さんも自分自身を誤魔化してほしいと思います。
De toute façon est une locution qui permet d'expliquer que le résultat ne change pas quoi qu'il arrive. De toute façon は何があろうと結果は変わらないという意味です。En ce milieu du mois de janvier, vous pouvez ainsi dire. 1月中旬においては次のような表現が使いますね。Pourquoi prendre des résolutions? De toute façon, je ne les tiens pas. Pourquoi prendre des résolutions? De toute façon, je ne les tiens pas. Pourquoi prendre des résolutions? De toute façon, je ne les tiens pas. なんで新年の抱負を決めなきゃいけないの?どうせ守れないから。Je suis sûr que beaucoup d'entre vous étudient pour les examens de Futsuken ou pour le DELF ou le DELF. Ne vous sentez pas coupable quand vous prenez des pauses, car... 多くの生徒さんは Futsuken や DELF、DELF の試験を受けるために勉強していることでしょ?休憩を取ったとしても自分を責めないでくださいね。なぜなら。De toute façon, j'ai bien travaillé. De toute façon, j'ai bien travaillé. De toute façon, j'ai bien travaillé. いずれにせよ、十分勉強したから。Quant à moi,Je dois vous avouer que j'ai fait beaucoup d'achats ce mois-ci. Des cadeaux, des vêtements en solde et pas mal de café. Mais quand je rentre à la maison, je me rassure en pensant... 私に関してはというと、正直、今月はたくさんの買い物をしました。例えば、プレゼントやセール品の服、そしてコーヒー豆です。帰るときには、いつも買いすぎたと思うんですけれども、でも家に帰ったときには、次のことを考えながら自分に言い聞かせます。De toute façon, j'en ai besoin. De toute façon, j'en ai besoin.De toute façon, j'en ai besoin. どうせ必要だから。Et vous, quelles sont vos manières de vous réconforter? 皆さんはどうやって自分を納得させますか?いかがでしたか?今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言はアンサンブルで配信しているメールマガジン。無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブル・アン・フランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、あびゃんとマリーヌ先生、ありがとうございました。アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。2020年もどうぞよろしくお願いいたします。今回は昨年12月よりレッスンを開始されましたエマ先生をご紹介します。パリ出身でお母様がコロンビア人というエマ先生はフランス語とスペイン語がネイティブです。幼い頃から複数の言語と文化に慣れ親しんでいるため、
外国語を学び、教えるということに大変熱意があります。そんなエマ先生のレッスンは、テンポの良さと明るさが魅力です。話をテキパキと進めながらも、生徒様の発言には優しく耳を傾け、理解がクリアになるまで丁寧に説明を行います。チャットボックスを上手に使って授業を組み立てるので、五感の隅々まで良い刺激を与える楽しく効果的なレッスンが評判です。また、大学で映画や文学を専攻されているので、これらのテーマについてフランス語での知識や語彙を掘り下げたいという中級以上の方におすすめしたい講師です。テンポが良いだけではなく内容も深いエマ先生のレッスン。ぜひ一度受講されてみてくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。